こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。アマゾン輸出で月額1000万円、年間1億2000万円を達成するために、アマゾンで月額利益1000万円、年間で言うと1億2000万円をですね、達成するために、どうするか、何が、どんな注意が必要かね。最近、オーストラリアアマゾンの可能性に気づいた金儲けのセンスのある人のサポート入会が続いています。 すで、ね、に法人を持ってるとかね、えー、まあ輸出なり、まあ、国内転売なりをやっていると。すで既にまあ月額100万以上の利益は達成している場合が多いと。これは、ね、転売で達成している場合もありますし、まあ、本業ですでに達成しているのでね、えー、まあ輸出でまあそれ以上の利益を欲しいと。まあ、そうなってくるとね、まあ、当然目標利益額はまあ月額300万とか。 500万、あるいは1000万という金額になります。それでね、えー、企業の事業の柱として取り組むので、儲けやすい初期の数年だけ、えー、儲けて、あとは酒ぼソリもやむなしというわけにはいかないと。まあ、正直、オーストラリアアマゾンが始まればね、まあ、資金があれば、まあ、月額1000万の利益っていうのはね、まあ、それほど難しいことではないです。ただ、それが、ねえー、2年続くのか、ねえー、3年続くのか、 5年続くのか、まあ、少なくともね、えー、5年以上にわたってその単純にね、えーまあ、転売なり輸出なりという形だけで、えー、1000万以上稼げるというのはちょっと考えにくいと、まあ、そうなるとアマゾン抜きでというかねアマゾンをスタートにしてどんなふうなね仕組みでその仮にアマゾンで、えーまあ、何らかの事故があったりね あれば使いにくくなったり、ライバルが参入しちゃったときに、一度上げた利益を落とさないかという形が必要になります。これがまあ別のやり方。まあね、えー、正直、100万ぐらいであれば、どんなやり方をしてもね、大抵の場合、まあ、お金さえあれば、まあ、組み立ては可能なんでいいんですけど、まあ、金額が大きくなってくるとね、Amazon の特性として、えー、メーカーからもストップかかりやすいし、 ライバルも出やすいし、アマゾンに持ってかれることもあるし、いろいろな障害が金額増えれば増えたなりに、あるいは金額が増えれば増えるほど、障害が増えてきます。こういう実際の商売と違う、まあ、プラットフォームを使う特色でしょうね。そんなわけで、まず、1億以上の利益を上げる場合ね、本当のライバルがアマゾンになる可能性が高いと。当然、会社でありますから、複雑な目利きとかね、 えー、そういうものは、えーまあ、前提にできないと。まあ、そうなると、まあ、商標登録とかね、ブランド登録とか、ね、あるいは衣装登録、まあ、そういう形になって、でプラス、えー、ライバルを排除してとか、まあ、今、普通にやってる手法ですね、が、えー、考えられるんですけど、これはね、えー、小さい企業相手とか、 え普通の素人相手だったら通用しますけど、ライバルが Amazon になってくるとね、えー、全く無意味、ね。これ、儲かってる利益率ちょっと高いんじゃないかなと。まあ、うちのがまあ安く供給できるから供給しようという形になってしまいます。でね、何かえ世の中の噂的にこのすごい売れてくるとね、Amazon が参入してくるというのがあるんですけど、これ、噂っていうか、もともと Amazon を公言してますからね、えー、どんな商品よりもどこよりも安くと。 いうのを言ってるんで、まあ、そういう値段をね、比較して高い安いが判断できるような商品だった場合には、まあ、当然そうなってくると。ね、で、まあ、それ分かってんだったらね、えじゃ逆に、初めからアマゾン使わなきゃいいんじゃないかという考えもあるんですけど、じゃあアマゾン使わずね、今、通販で、あるいは輸出で立ち上げてどうやっていくかって考えたら、まあ、自分で独自ショップを作ってとかね、 えーまあ、もしかしたら eBay ぐらい使うかもしれないですけど使ってって形でいくと、まあ、逆に、えー、利益がいくらというよりは目標利益に対してのね30倍から5倍50倍5倍の先行投資をする必要があると、まあ、これは一発でいけばね3倍から5倍なんですけど、まあ、独自ショップを作ってそれが一発でうまくいくって可能性はね逆に低いんでまあ えー、事業計画として考えるんであれば、まあ、10回やって一発当たればいいと、ねで。一発当たればそれを育てるって形でね、考えるとやっぱ30倍から50倍、えー、先行投資する必要があると。ね、30億か50億かけますかって世界ですよね。Amazon 使えば時間とお金をかけずに、まあ、達成できることにわざわざそんなお金を使う、ね、時間とお金を使う必要はないと。じゃどんな、ね、リスクがあるのかなというのがね、えーまあ、今まで。 とはちょっっと違った考えなんでねその利益を継続させるっていうのはね、えー、まあ利益は継続するんですけど、それがね、えー、数年じゃなくて、一旦上げたのをどうやって落とさないで継続できるかというのを考えると、やっぱりね、えー、もう一度ちょっと Amazon、あるいはね、ジェフポジズスのおさらいをしとこうと思いましてね、えー、ちょっとまあ自伝など読んでみて、まあ、どうせね、 としか書いいてななんだろうなと思ったらね意外に突っ込んだ細かいエピソードまで書いてあってねよくこれ5を出しましたねというぐらいの話まで書いてありましたまあもっとすごい話はいっぱいあるんでしょうけどねで人物像はね、まあ、ほぼ思っていた通りねだけど頭の良さと冷酷さと激しさと、まあ、それぞれ見込みの一段階上だったとあるいはね これ、本人が5を出していることを考えると、頭の良さはまあともかくね、冷酷さと激しさのエピソードはね、本当にすごいエピソードはかけてない可能性が非常に高いと。そうなるとね、冷酷さと激しさについては3段階ほどまあ、想定の上である可能性が高いのかなというふうに考えました。そうなってくるとね、もうアマゾンでブランド登録してね、で商標登録をした 独自商品を作って、儲けるという手法が、まあ、通用しないというのはね、まあ当然ですね。まあ、バイヤーはそんな道義とかんとかで、ね、気にしているような余裕はアマゾンにはないようです。そして何よりもね、アマゾンが消費者を引きつけるために何より重視していることが消費者満足と。消費者に満足してもらうっていうのを第一義に掲げてるんだよね。だって同じような商品、同じ商品だったらね、安く買えた方が消費者喜ぶと。 うちの方が安く供給できると。なんならうちより安く供給すればいいんじゃないですかぐらいの勢いでしょうね。で、ジェフ・ペゾスがね、人々から愛されていると考えている企業というのがね、出てたんですけど、アップル、ナイキディズニー、グーグル、ホールフーズ、コストコ、UPS。まあ、この辺の企業がね、ジェフ・ペゾスが人々から愛されている企業と考えている会社。まあ、当然、ここを目指せって話なんでしょうけどね。 本に書いたエピソードでね、ペゾスはグーグル最初の5人の投資家の1人というのが載ってましてね、これ知らなかったエピソードだったんで、あ、そうなんだと、ちょっと驚きましたね。えー、まあ、ライバルであることは間違いないんでしょうけど、間違いないんですけどね、グーグルとアップルって、んグーグルとアマゾンって。なのに、えー、ペゾス出資してたんだと。ね、しかもね、結構ご両親で4人の出資者のはずだったのにね、最後に1人潜り込んだというところがね、 すげえ抜け目ないなという気がしましたね。で、ジェプソスが人々から恐れられている企業と考えている会社。ウォルマートマイクロソフト、ゴールドマーソックス、えー、エクソモビルと。ねまあ、こういう企業、うんね、舐められちゃいけないっていう意味でね、こういう企業は特に否定してないのかもしれないですけど、まあ、むしろこの企業の特色を全て備えているなっていうふうに思いました。ねえー、ウォルマート 労働環境は最悪と言われてますね。まあ、アマゾン以前にですけど。で、ファンというのも特にいないと。でも中毒者というかね、安いので使ってしまう。マイクロソフト。アンチも多いですけど、でもね、ほとんどの PC に最初から入ってるし、Windows しか動かないソフトが多いので使わざるを得ないと。ゴールドマサックス。ぼさっとしてると、頭のようにハングリーな連中に生きたまま食われると。 エクソンモービルね。ねこれはね、あの買収のくだりがいくつか出てくるんですけど、この買収方法がね、スタンダードオイルのロックフェラーの手法とそっくりでね、もしかしたらこれ、原初ではスタンダードオイルだったのが、えー、今、スタンダードオイルはね、解体されちゃって、エクソンモービルとかね、えー、なんですかね、シェルとか、ないしろ大手石油会社は全部スタンダードオイルなんで、そこは分社化された姿なんでね。 多分スタンダードオイルって書いてあったんじゃないのかなという気もするんですよね。えー、まあ、もとい、えー、エクソンモービルで。もしもね、アマゾンに買収される企業になったり、アマゾンと敵対した場合は、恐れられる企業の特色をね、一段階強烈にした特色を、ゼフ・ペズスは全て備えてるというふうにね、えー、言っていいと思います。頭が良くて、冷酷で手段を選ばないと。ね、そう考えるとね、 改めて整理すると恐ろしい会社だなというふうに思います。で、実際にさっきのね、えー、買収とか倒産のくだりなんですけど、ジェフ・ペゾスが企業を葬るっ,て言っちゃなかなかえげつないと、ね、トイザラス、トイザラスがね、トイザラス .com で立ち上げたんですけど、これね、なんとトイザラスの実店舗を回ったり、ホリデーシーズンにね、あるいはネットショップで人気商品を買い占めたとね。ね す,すごいですよね。まあ、えー、買えておく、買われて送るトイザラスもどうかと思うんですけど、まあでもね、えー、結構な人手を割いて、えー、回って買っちゃったんでしょうね。まあ、人気商品がトイザラスへ行けば品切れ。アマゾンにはね、そのトイザラスで買った商品も含めて、豊富に在庫があるわけですから、それはトイザラスね、えー、トイザラスコ o の立ち上げ失敗するはずですよね。まあ、つい最近潰れましたけど。 で、ザッポス、ねえー。ザッポス用のキャンペーンを開始して、兵糧攻めと、ね。買収提案したけど、えー、首を縦に振らないんで、もう兵糧攻め。で、ゴ、えー合算と。で、えー、ダイヤパーズドットコムっていうのがあったんですけど、赤ちゃん用のね、えー、用品なんか売ってる。そこはね、対、えー、イダイバーズドットコム用のネットショップ、アマゾンマモを作り、兵糧攻めと。ね、兵糧攻めと脅しの具合がすごいですよね。 でそんなわけでね、えー、公平とか道義とかね、えー、期待するだけ、まあ、無駄だろうと。ね、うまく、えー、最新の注意を払って使ってねでアマ、アマゾンアカウント削除、ね、これはもう最新の注意を払いますけど、まあ、アカウント削除、ね、アマゾンによる商品横取り、アマゾンでの特定商品販売負荷、まあ、これらはいずれ起こる可能性があるものとして考えなくてはいけないと。 アマゾンの場合ね、売り上げがでかくなればでかくなるほど、これらのリスクは増えます。よくね、えー、削除されたり商品販売できなくなっちゃってね、えー、なんで他の人売ってんのにって話あるんですけどね。まあ、えー、大体見てみると、えー、一番売り上げのでかい人がね、えー、やられてます。まあ、一部例外としてね、えー、すごくでかい人が、えー、まあ、何らかの事情で大丈夫で2番目がやられることがありますけど、まあでも、ほとんどの場合、一番でかい人がやられると。 いう形になってるんでね、えーまあ、売り上げを逆に、まあ、副業から、えー、今の給料分をもらうまでというよりもね、法人の場合、あるいは金額をすでに稼いでいる場合ね、まあ、今の金額をさらに人を雇ってね、えー、会社が立ち上がるぐらいという形の目標を考えると、まあ、その分、えー、超えなきゃいけないというかね、起こりうるリスクは高くなると。 でそのリスクが起こった時にね、えー、大ダメージでゼロになっちゃったということがないようにね、えー、その組み立てとか、えー、バックアップを考えなきゃいけないんで、まあ、事前に、アマゾンっていうのはね、えー、大体こういう企業であると。こういう企業であるっていうかね、これだけ見てるとね、はっきり言って、まあ、使わない方がいいんじゃないかなぐらいの勢いなんですけど、ただ現実問題ね、アマゾン使った方が ね、てか Amazon 使わなきゃ儲かんないっていうね、えー、商品がたくさんあるしまあ使った方がはるかにね、えー、短時間で高い利益が上がるんで、えー、使ってきますけどまあ一般にイメージされてるね、えー、使い方はちょっと違う、ね、月30万から100万ぐらい儲けるのとは、えー、ちょっと、えー、考え方そのものというかね起こりうるバックアップの用意が変わってくるというのをね考えなきゃいけないなと。 いうのを再確認する意味で、えー、ちょっと整理して記事書いてみました。また、ね、ご質問、ご要望あればお待ちしてます。ちなみにこの本ね、まあ、本読むの、えー、苦にならなければ、まあ、一度読んどいた方がいいです。私がサポートしててね、なんでそ,そ,そんなの我慢しなきゃいけないんですかとか、いうのをね、思うことが多々あると思うんですけど、これを読めばね、あなるほど、堀の言うことは正しいなと。 ね、あの言うこと聞かずに納得いくようにやってたら多分削除されたなというのがね、わ、えー、かると思います。まあ、そんな形で、えー、ジェフ・ペゾス、勝てなき野望、ね、アマゾンを知る上でも、えー、かなり、えー、想像以上に突っ込んだこと書いてあってね、えー、役に立ったんで、結構分厚い本ですけど、えー、何ページ ?500 ページの本ですけどね、えー、本読むのが苦にならなければ、えー、読むことをお勧めします。あるいはね、 また、機会見て、おいおい、こういうエピソードで、これはこういう件のサポートの時こういう考えがですというのをね、また会員限定のメルマガとか動画でご紹介していきたいと思います。以上天アカデミー堀秀夫でした